え？寝てる部屋が一緒だもん。わかる？わかるかね。あ、通知来た。みんなみんな誕生日アイテムでライブ中にお祝いしようって言うから来た。あ、来たよ。課金したら。課金したとか言わないでもおかしい。映ってるから。本当？こんばんは。エドビューです。そうなんです、今日はお誕生日でした。ハッピーバースデー。食べ放題。正面にね、ハッピーバースデー。そうね、やだ。ハッピーバースデー、あんちゃん。やばい。サナとモモカが正面にいて、こうやってこうやってヤジを飛ばしてきます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。はい、ありがとうございます。皆さん、そう、お誕生日18歳になりました。18歳。特に変わったね、なんだろう、自覚とかは全くないし、なんかね、誕生日感もあまりまだ実感はないんですけど、18歳、頑張ります。ちょっとうるさいよ、2人とも。コメントでね、うるさいって来てる。本当に読んでる、そのコメント。マジで見てる。 KJ、 18歳の誕生日おめでとう。そう、ありがとう。やっぱ人の誕生日はね、盛り上げる役をねやらなきゃ。ありがとう。ねえ、モモカは本当に嫌だ、そのな。エンダー、今日何食べたの？ザキさん、何、待って、うるさい。ザキさん、ティアラ、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ザキさん、おめでとうって来てるよ。嘘。あ、平塚ひな、後でひな来るだろう。2回もいいよ、ひな。コメントでしょ。確かに実感ないよね。それな、ないよね。結婚して、つかぽん。エンド、まだ結婚できない。え、できるくない？できる？え、だって、女の子って16歳じゃない。あ、できるか。結婚。でもまだね、うん、まだ、普通にいたい。普通にいたいだけ。なんだ？真相逆髪見てよ。あ、タパンプさん、さっき私たちも見てました。遠藤と日向かさ映ってたね。遠藤、そのタイミング見れてなかった。最悪だ。タイミング悪すぎゃ。日向と2人で見てたわ。ちょっと映ったみたいです。やった。エンドとヒナと一緒がテレビです。そうそう、なんかね、映ったみたい。お疲れ様ですって言ってたんでしょ。そう、なんのカメラかね、何のカメラかわかんないけどね、撮ってたの。そう、録画戻してみたわ。3人でお泊まり。そう、3人じゃない、4人。あとヒナもいます。初見です。嘘つけ。コッコ、わかるわかるわかる。プレゼント何欲しい？いやいや、そんなん、そんな大丈夫ですよ。もう気持ちだけで嬉しいでございます。そっか、ハルルと結婚できるじゃん。どういうこと？おめでとうございます。ありがとう。エンド、動画見た？めっちゃ見た見た。4回ぐらい見て保存した。ありがとう、本当にやばかった。すごい上手。エンド、あんな絶対できないよ。ありがとう、モナくん。ゆうち、おめでとう。ありがとう。インスタいいね、ありがとう。いいえ、こちらこそ。ありがとうございます。皆さん、ツイッターもたくさんコメントとか、とかとか。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。結婚して、今日プロポーズ何回された？このラインライブで。結婚しちゃえ。みんなと。今日は何時に寝るの？わかんない。でも早く寝ます。12時までには寝ようと思う。目標。寝れるよ。寝れる。余裕だぜ。やった、 KJ。 そんな変わりません。ありがとう。なんだ、プレゼント何欲しい？プレゼント何欲しいって困っちゃう。え、ん、何でも嬉しいです。もらえればもう嬉しいよ、うん、本当に嬉しい。手紙とかめちゃめちゃ嬉しい。本当に気持ちで嬉しいです。ありがとうございます。つよぽん、お誕生日おめ、エンドさんと俺。それな、つよぽんもお誕生日おめでとう。そう、お誕生日一緒。
近くにメンバーいるの？いるよ、サナとモモカが今います。真ん前にいるメンバー、そう、正面に何のエンド、携帯、その奥にいるの。うるさい、うるさいよ。寝ないやつ、寝る寝る。明日行くからね。ありがとう、ヌディ、待ってます。人狼舞台出演おめでとう、ありがとうございます。なんで笑ってんの、おもか、うるさい。何おめでとうじゃない、ありがとうございます。そう、あいみと出演させていただきます。拍手。ぜひ皆さん、あの、遊びに来てください。そう、私人狼強いんですよ。なんか本当かよ、本当に。今の、なんだろう、すごいね、一番ハマってた時期が中学生の時で、家族の、友達家族と3家族ぐらいいて、3家族っていうか、お友達とかいっぱいいて20人でやったんですよ、通信で。そしたら20人ぐらいいて、で2時間ぐらいかかったんですけど、エンド2位でした。すごくない？うるさいよ、2人。オーディエンスがうるさいね。だってうるさかったんです。ごめんな、髪染めてまた大人の女性になったね。本当に？言うほど多分変わんないよ。明日何出るの？明日は、TIFF2019 に出演させていただくんですけど、と、東京アイドルフェスティバルね。髪暗めに戻した？え？何？なんか黒く見える。あ、違うの。あのね、光に当たるとちょっとね、明るく見えるだけでね、普段は、そう、別に暗いからそんなに大丈夫。そう、なんか、明日は、まずサナと9時半からラジオ体操にね、出させてもらうんですけど、そう、もう大好きで大好きで大好きでたまらない指原さんがいらっしゃるんです。やばいね、サナ。ドキドキする。応援のドキドキワクワクなんだけど。どうしよう。ずっとニヤニヤしてそうじゃない？やばいな。ラジオ体操どころじゃないよ。そう。で、その後に、スマイルステージとドリームステージ。あと特典会？物販っていうの？特典会もやりますので。そう、衣装をお楽しみに。すごいよ、絶対。みんな、びっくりすると思う。そう、夏だからね、これはいいよ。え？やめて、そんな。だって夏だからね、って言ったら水着って思うから。ねえ、違うでしょ、やめなよ。なんだ？ラジオ体操ってでも何、初めてだからどういうこと？それな、ラジオ体操出るみたいね。明日は始発で向かいますよ。早い！始発は早くない？何の始発？電車だよ。うん、みんな早いよ、ありがとう。え、お誕生日ケーキっていうスタンプあるの？あ、誕生日だからってこと？何が？お誕生日ケーキスタンプっていうのがあるの。へえ。びっくり。舞台チケット買えます、楽しみ。ありがとう、中ちゃん。皆さんぜひ応援しに来てください。見過ぎではないよ。ではまたどこかでプレゼント送っとくね。コッコありがとう、楽しみにしてる。いや、サッシーマジで可愛いと思います。本当に可愛い、マジ大好きです。え、それめっちゃもう拝みます。そう、サッシーさん、サシハラさんいらっしゃらなかったね。いろんな人と写真撮りたいなって。え、ちゃ、ラジオ体操できます。あの、運動会とかでめっちゃやってた。エンド、またスターおすすめ乗ってる。本当に、うん、やったー。ほんま？水着と聞いてとか言ってるよね。ほら、二人が余計なこと言うから。違う、だって夏って言ったら絶対そう思っちゃうじゃん。だから勘違いしない。あ、もなかプレゼントもらった、ありがとう。リップ、リップっていうかグロスっていうか、なんていうの、あのね、温度で変わるやつ、お花の。めっちゃ可愛かった、ありがとう。シュレイさん、舞台絶対行く、ありがとう。ふわふわって晴れちゃいますか？います、います、いますよ。レチャマル、明日行くよ。お、シュレイさん待ってます。さっしーと写真撮れるかな。え、めっちゃ撮りたい。やばい、撮れたらエンド待ち受けにしちゃうかも。やばくない？撮りたいな。明日は関係者パスで行くから、行くでな。そうなの？な？高校で何部？ちゃんとした
帰宅部ガヤめっちゃ喋るじゃん。それな、舞台全部行かなければ。え、本当に？って言われた。え、本当に？来てほしい。嬉しい。ごめんな。え、タメ口なんて絶対無理ですよ。無理無理無理。絶対無理。なんだって？ティフ行きたかったな。え、来てほしかった。一人で行くから不安しかない。しゅんさん、大丈夫。ふわふわにぜひ会いに来てください。明日はね、エンドとサナはラジオ体操も出るし。多いよ。たくみん、みや誕生日おめでとう。王冠、ありがとう。ありがとうございます。え、バレー部だと思った。妹たちがバレー部です。ね、タメ口で話してくる後輩好きなんだって。やば。でもさ、エンドたち後輩じゃないよね。うん、無理だよ。ドッジボール部あったら絶対入ってた。絶対入ってた。お台場めちゃくちゃ暑い。やばいだって。楽しみだ。やばそう。明日暑いんだって。36度とか聞いた。やばくない？丸焦げだよ。エンドかい、マムヌちゃんやん。やば、久しぶり。元気かい？エンド球技できなそう。それ、エンド全然できません。ほんとできない。え、でもドッジボールだけはできる。エンドも18歳か、女の子になった。どういうこと？今まで男だったって。セクシーとか言ってないじゃん絶対。何？冷やがる。え、プレゼントで生放送見た。ありがとう。見ると言った。今日リハした。したよね。めっちゃしていますよ。みんな頑張って。美白クリームいる。え、欲しい。足が黒いんです私。本当に笑えない。ね、そう、エースに言われた。髪の毛ないから明日頭皮燃えるかもしれん。燃えないよ。ケンジ大丈夫。日焼け止め塗りな。帽子帽子帽子もあり。もう外仕事で腕焼けすぎてる。腕焼けんの嫌だ。痛くないさ。3日はカイトと一緒に行くよ。おお、カイト来るの？あ、来るって言ってた。楽しみ。ありがとうございます。それあんちゃん言ってた。そう、足が黒いわらって言われてるけどね。そう、足がめちゃめちゃ焼けるんですよ私。顔とかは焼きにくいんですけど。そう、夏のアルゴリズム聞かないと今年の夏が始まらない。ティフ来て。ティフ来て。いや別にやるとかやらないとかじゃないけど、ティフ来てね。一年中短いの履いてるから足くらいの方。え、そうだからエンドマジで今年はあんまり足出さないようにしてる。本当に。そのさ、先輩の駅前ステージ子供と、あ、先週の駅前ステージ子供と見に行ったよ。ぜひまた今月も、今月次も来てください。いいよ。エンド白いでしょ。白くないよ。エンドってやっぱ画面で見るより直接見た方が相当倍の可愛いんだけど。なんで今思った。ありがとう。やった。今ねラインライブの画面見てて、画面ラインライブめっちゃ荒くない？荒い画質。エンド嫌い。ラインライブの画質嫌いで。ここで映ってるのとここで映ってるの違くない？反転してるもんだって。あ、だからそれだ。そう。見てよ。え、でもね、まあのエンドね、近くないとね字が読めないのがね問題。え、サナもだよ。めっちゃ近づいちゃうの恥ずかしい。サナも目悪いから全然見えないよ。そんな、そんなドアップかよって。あとでしてよ。髪の毛捨ててあげる。ありがとう。さっきからさ、ちょくちょく捨ててるもん。エンドは足出してほしい。無理無理、出せない。二人映らないの。サナはね、あれ近くにいるんだけど、ももかは正面でずっとゲームしてます。言わなくていいよ。さなちゃん、それな、生で見る方が何倍も快適。ありがとう。やった。ほんとそれな。そんな映り方。かわいい。ももかはマジで適当。でどうする、あの人しばく？しばくよ。踊っちゃえ。守らないよとし。アラビアンナイフやってよ今日。足白くする薬送るから足出してくる。え、マジで足が白くなるなら、そう、出したい。おばあちゃんってやってきたばっかりなの。おばあちゃんの前だったの。で、遅れた。今来た。お誕生日と。ももちゃん、ありがとう。なんで？え？嬉しい。やってみて。おばあちゃんの前でアラビアンナイトやったの。どうだった？楽しかったよ。やっとやる。似てるって。めっちゃ面白い。あれしゅんさん、ありがとう。あ、ほんとに2回ぐらいは聞きたい。3回はいいや。何回も言ってあげる。あ、ももちゃん、サナのエンドも大好きだって。サナ、ほら出てあげて。ももちゃんブスなんだな。なんで？しかもも人狼やってるの。今はこうや。さ、
今夜やってます。ガチ勢だもん。だって iPad でさやってさ、イヤホンさせてやばいよね。えんちゃんにしばかれたい。えんのしばく趣味はない。初見です。ソダさんありがとうございます。イエーイ。家に会いたかった。会いたい。浮気してないじゃん。浮気すんだろ。遠藤とサナできちゃった。誰？急に告白してきたの。サナのこと好きだよ。遠藤は嫌だな、そういうの。ほら、遠藤嫌だな。そういうの嫌いだもん。こっちはこっちだから。無理サナ。サナは無理じゃない。遠藤何のゲームやるの？遠藤はパズル系が多いかも。一番ね、つまんないじゃん。つまんないめっちゃ楽しい。遠藤マジあれ何時間、100時間ぐらいおるで余裕で。誰もやってなさそうなゲームしてる。にぎやかすぎんか。そう、いいでしょ。サナのガヤいいなって。ガヤ、サナ遠藤に。熱中症に気をつけてね。ありがとう、しゅんさん。しゅんさんも気をつけて。離れかけたのに、えんちゃんにかわいさまして、えんちゃんかわいさまして、また戻りそうだよ。もーちゃんだよ。もーちゃんはわかってるよ。でも絶対戻ってこないじゃん。いるよ、サナ。おいで、サナ。あら、サナ。うん。あら、いるよ。ちゃん付けしてなかったの、さっき。え、何が？え、誰のコメントんだ？え、もーちゃんで、これ。でしょ？うん。さっきちゃん付けしちゃったの。かわいいな。呼び捨てしてたのにちゃん付けしちゃった。ももかがちゃんって言うから、一緒になってちゃん付けしちゃった。かわいいか、お前ら。関ヶ原いたんだよ。わかった。わかるよね、ももかが。バリバリでわかる。めっちゃバリバリでわかる。だってニヤニヤしてこっち見てきたじゃん。ガヤ登場。うるさくてごめんなさい。かわいい、だって。こうやとか、PI、え ?PUPG、あ何それ。知らない。ごめんなさい、知らないです。ももかちゃんいませんか？いるんですけど、あのゲームに夢中でもう聞いてません。なんでもないよ。ブスなんだけど。車の免許取らないの？取りたい。取りたい。取りたいね。うん、運転したい。ふわふわ乗せてドライブ行きたい。ブーン。ブブブブ。遠藤の運転怖いな。遠藤の運転超怖いんだけど。道じゃない道走るの。道だよ。道じゃない道って。どういうこと？相当バカにしてるんですよ。そうだよね。ちゃんと。ね、取るとしてもちゃんと教習受けるから大丈夫。いや、エンドはマジで。エンド意外とできるって。いや、でもサナもね、運転すんの怖いな。怖っとか言われてるもん。でもサナもサナで事故りそうだよね。出ようよ。あー、事故った。いや、捕まりました。これで見たらやばいね。でも待ってる人はいるよ。でもね、さっきひなちゃんは。え、ひなもいるんですけど、ひなちょっと今ね、危うい。言い方。危うい。だってお風呂上がりだもん。お風呂上がりです。お風呂上がり。マジでお風呂上がり。遠藤の運転。これタオル巻いてんのがリアル。超リアル。お風呂上がりだよ。えんちゃん、あ、セイラちゃん。セイラちゃんだよね。あのさ、写真作ってくれたの。何？そうだよ。お前に聞いとらんわ。そうだよ。ありがとう。めっちゃすごい上手だった。どういたしまして。遠藤意外とできる骨折。違う違う。ね、うるさいよ。違う違う。平塚さんもいます。写して、ひな写して、写したいんけど。すっぴんの髪濡れ濡れ。びしょびしょ。意外とみんな喜ぶ。絶対嬉しいと思うけど。うん、だってレアだもん。うん、こんなん。でも。髪乾かそう。うん、髪乾かしてとりあえず。誕生日&舞台決定おめでとう。はるちゃん、ありがとう。ももは参加してないんだね。ももはゲームに夢中。おしゃべりするよ。おしゃべりするよじゃない。レアじゃん、そう、めっちゃレア。いいでしょ。何、うちらだけだよね、見れたの今。うん。いや、うちらはいつでも見れる。それはある。それはある。見たすぎる。見せません。で、バスタオル一枚の日なの。そんな状況じゃないです。えんちゃんの今の髪色好き。私も同じ色インナーに入れた。インナーやりたい。ん？インナー。あー、何色何色？え、何色が可愛い？ピンクも入れたいけど。ピンク可愛い。青も紫も可愛い。ももかやろうとしたもんね、ピンク。え、ももかインナーなの？あれ下じゃないの？あ、下？インナー、ここじゃないの？下の？あ、インナー？下どっち？下でしょ？下。で、急メッシュ的な？そうそうそう。メッシュのやり方するってこと？そう、まばらにしたかった。あ、メッシュや、メッシュ。水着じゃありません、ひな。エンドは笑って演技できなそう。それな、笑っちゃいそう。エンドうん。でもさな、エンドが相手だったら笑っちゃうかもしれない。どういうこと？エンドが真面目にやってるってなる。どういうこと？インナー絶対似合うだって。エンド黒。エンドヤンチーだもんね。真面目そうなのが似合うと思う。おじさんから見ると。あ、髪の毛の話かな。
エンド黒とかやったことないよね、うん、だって黒やらんくても前黒じゃんかった次元の時、うん、次元の時が多分一番黒い。スナトップカットヘッダーがどうですか時間帯にして、え上手だったよ、まっちゃんありがとう、嬉しかった。はじめまして初見です、フォローしてもいいですか、ぜひしてください。マーボーイさん、明日の髪型は内緒です。え決めていいの自分たち、わかんない内緒です、知らない。みゆ表情に出ないよ、確実についていけてない。何が話に、あ話にみゆちゃん演技中に笑っちゃダメだよ。エンド死体の役とかだったらもうさ多分3秒で無理なんだけど、ハーフツイン、ハーフツインは絶対しない、絶対しない。あれでしょ昔やってたよ、ストレートのやってないっけ昔、あれえあれ初期の時やってた、やってたよね、ストレー トドストレートのハーフツイン、すごい今思った恥ずかしい。インナー紫してほしい、えやりたい。遠藤さんの孫は好き、遠藤孫もならなくなるあんまり、うん、金石さんと遠藤2人で見るとどっちも顔が美しいよね、マジでそれはない、サナマジで美しい。てかさ、なんで金石さんってつけるのに遠藤はさんってつけないの、知らない、思わない、なんで遠藤のこと知らないんだけど。え、何ガチ恋工場誕生日、あ誕生日はもう頑張ったよ、恥ずかしかった、え嬉しい。明日髪の団子がいい、何でしょう、関ヶ原と比べても死ぬほど暑いからテンション上げすぎないようにな、ここ上がりすぎるコンビだよ、だからラジオ体操入れられたんじゃないの、違う、個人的には巻き下ろしが一番好き。エンドさっき下ろししないね、あんまり公園とか、あげお団子のイメージ、お団子、じゃあなんかお団子、お団子って言われるんだもん、お団子のイメージ、お団子って言われるんだもん。何だ土曜のウルコヤの自己紹介の時はどうでしたか、え黄色いやつめっちゃ素敵、ペンライト、ペンライト、うん、そうペンライトやばかった、綺麗だった、いやあれいつも思うけどマジで綺麗、ほんとに見て、エンドは親しみやすいから指してなんだよ、ごめんね、そんな親しみやすくないの、まあそうだろうとってもいい子ですよ、まあ、ね素直な可愛い子ね、そのやめてくれおいでごめんねそんなマジでいい子です、どうしたサナのことそうやって思ってたの、じゃなんか、ね、サナはそういうこと思ってなかったよ、なんかね違う、なんかね顔が美人すぎてね、そうそういう風に見られがち、それな、エンドは最近大人っぽくて遠くに行ってしまった、どういうこと、ん全然変わんなくないな、もう何が何がエンドは何、エンドは最近大人っぽくて遠くに行ってしまった、何も変わってないよね、エンドが変わったの、わかんない、じゃ最近みんな変わった変わったっていう、サナもちょっと大人になりたいんだけど、エンド大人って言われたら18歳だから、18歳だからだよ黄色はいい色、それね幸せを呼ぶ色だよ、めっちゃキャンディー来た、バン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 、ふうまるちゃんありがとう。サナ緊張するって、ん今エンドより髪色明るいよ、ね、みんなに言われる、緊張するとか喋りにくいとかさ、エンド言われないエンド言われない、いつもそう、初期のエンちゃんはどこへ、サナさん想像以上にさ、いやさん付けやめてよ、なんかえ遠藤は女になった、だって遠藤男だったの前まで嫌なんだけどサナ喋りやすいって、二人とも子供、ほらまあそれはね言われやすいかも、うちらは子供や、あ何はじめましてだよ、やっほー、サナと話すの楽しい、遠藤と話すのも楽しい、それは嬉しい、嬉しい、ありがとう、サナ様だって、エンダーは他だけおこクラスの色気が出てる、それはマジで殺されますよ、なんでなんで、え見て、エンダーは他だけおこクラスの色気が出てる、本当に殺されるから、知らないよエンダーは、嬉しいでしょ実は、嬉しいよ、実は嬉しいに決まってるけど殺されるよ絶対、そんなこと言ったら先週手紙を預けてきたけど受け取ったから、見た、すごすぎた、見たよねサナの、何があのさ、あのリハで見てたじゃん、終わって黒いさ、うん、パラパラってエンドがこれどうやって作ってるんだろうねって言ったやつ、あーマジであの子、そうえ一緒に見た、すごいちょうどいた、ほんとすごかった、ラジオ体操で思いっきり爪痕残してきそうな2人だって、頑張ろうね、そう学校にセクシーエンちゃん、全然セクシーじゃない、サナは性格子供っぽい、エンドは声が子供っぽい、2人とも大好き結局子供ってこと、子供子供だよ、うわあの人に言われたら何とも言えねえわ、平塚ひなもどうせ子供
まだ二十歳じゃない時点でみんな子供なんだよ。それな、赤坂だけだよ大人なのは。二十歳超えなきゃ大人なんじゃない。嬉しい、金下奈のことなって呼んでるんだよ。リップしてる？しない？お風呂上がりでリップしてる。本当だよ。なるほど、大人っぽさと美人と加速してる。やったー、やばい、嬉しい。二人とも可愛すぎて死にそうだって。よかったね、嬉しいね。もう髪終わった、早っ。え、そう、ひながそう、あのね、誕生日をお祝いしてくれてたんですよ、ずっとリハの時で。え、それは全然本当嬉しいんですけど、3日前ぐらいからなんかそう、目が合うためにおめでとうとか言ってまだ誕生日じゃないって言ってるのにみんなにちょっとまだ早い。そう、サナも言ってくるよね、みんなおめでとうとかさ、歌ってくれるのめっちゃ嬉しかったけどさ、誕生日じゃないからってなんか言ってんの。そんだけ愛されてんの。ありがとう。え、歌って、もうラジオ体操とは。え、歌って。ラジオ体操は明日の、ラジオ体操組じゃん。そうだよ、明日の東京アイドルフェスティバルの始まる、開催する前にオープニングがあるんですけどそのオープニングでラジオ体操をやるらしくて、この来てるお客さんと、あと何人か他のアイドルさんと、その指原さんもいます。そのラジオ体操にこの2人がふわふわから出ます。まずはなんとかなんと、女性ミュートのツーショット、俺とくさんで嬉しかった。俺も実は、え、腕を回します。大好きなんです。腕を回します。犬かよ。愛されるんだちゃん、おめでとう、ありがとう。クソかわいい、ありがとうございます。クソかわいい。マジでうるさい、イラつか。動いてるの見たら大人っぽさ全くない。ラジオ体操楽しいって、楽しみ。緊張する。ファーファーの夏曲強すぎる、やっと。え、緊張する。エンド、まずやばい、絶対ニヤニヤしてるよ。何が？あー、もう多分ラジオ体操、うん、サナは多分緊張してて、エンド多分ニヤニヤして、多分ね、顔が固まってまた怖いって言われる。え、ステージ、多分ステージ上で横とか見てそうだよね。言ってた、あのね、ずっと見ちゃうね。カニシとエンドは絶対ニヤニヤしないよ。絶対ニヤニヤしないよ。やめて。ラジオ体操やってる。やめて。私もそう思います。しんどい。昨日話。前のエンドは可愛いって感じで、今のエンドは可愛いからの綺麗。やったー。よかったじゃん。めっちゃ褒められるじゃん。それの誕生日だからみんな褒めてくれるんだよ。ハッピーバースデー。いいね、誕生日って。ひなちゃん BGM 係ね。うん。ラジオ体操でしょ。俺って誰推しのイメージなんだ。たくみ、あいみ、あー、わかる。あ、やった。ハッピーバースデー to you。 あ、よいしょ。ハッピーバースデー dear Enda。 ハッピーバースデー to you。 なんだろう、この感じ。おめでとう、Enda。 おめでとう。ダンスしないよ。ねえ、やだ。ダンスってダメだから。エンドダンスね、やだ。本当にやだ。エンドダンス考えました。本当に桃花最悪です。桃花作ったこれ。最悪です。もう岐阜でもやってたよね、ずっと。岐阜から生まれ出したもんな。そう、生まれ最悪。桃花声ってミッキーみたいな声だって。光の魔法だね。おめでとう、売れろエンド。ふわふわ売れよう。プロト、みんな売れよう、頑張ろう。プロトプロト。そう、モモが作ったエンちゃんダンス。ね、何なの。そう、たくみにアイムのイメージかも。ね、うるさいよ。うるさいよ、ガヤ。ガヤがうるさい、今日。しんちゃん、あ、しんちゃん、ね、もううるさいです。やばい、もう29分ね。今日30分ぴったりでやめるって言ってたのに。やんないよ、1時間やんないよ。誕生日だから。45分ぐらいやる。誕生日だからいいんだよ。こうやって明日早いもん、朝お風呂入んなきゃ。まだ大丈夫、お風呂入んなきゃ。ふわふわマジで売れてね、本心からの願い。みんな頑張ろう、ふわふわ。頑張るんば本当に頑張ろうっていうさ、その気持ちを込めて言ってよ、それ。頑張るんば。頑張ります。うわ、やだこれ。めっちゃ面白い。サナ今日やばい。やばい。ほら、わしも頑張れ。サナ、いつもやばくて。悔しいけど、みんなやった。サナちゃんテンションやばいって。もう
どうしたエンドお風呂配信しようするわけないじゃん、バカだよ。やっぱ18歳だったからお風呂配信もできるよ。18歳だったから絶対やんないよ。お風呂配信絶対嫌だ。それちょっとあげるよ。何じゃあサナ見とこう。やだカメラ回す。サナとお風呂入ったことある？あるよ。てかみんな入ったことある？あるよ。エンドある？みんなで入ったじゃん、あのさ、おととしの。あれそう、あー、こんなレッスンの時だ。そうそう、あー懐かしい。でも普通にそれだっけ。え、でもさ、それ様さ、それ桃香と、桃香と小春と3人で狭いお風呂で入ったのめっちゃ覚えてんだけど。え、入ったっけ？3人で入った、めっちゃ狭い、怖いとか言ってさ、そのところで入った。行く時は必ず帰ったしゅんさんトッポギ行く前で行くね。あ、待ってます。トッポギ、トッポギって聞こえた。トッポギ、あー、やめて、間違えた、やめて。あ、そんがやりすぎだって。みんなで入ったんだ、画像みたい。見せるわけないでしょ。やば やだ、酔いたくない。そばちゃん前髪めっちゃ綺麗。え、綺麗本当に。今日上手じゃん前髪。コラボリクエストが届きました。コラボリクエストって何？誰かコラボしようって言ってるの？誰だろう？遊ぼう、チッポギ割れてんじゃん。チッポ誰だかわかんない。何しようかね。もういいの？やだ、すげえコラボ送れるんだね。会いたい会いたい。テンションが高尾さんですやん。賑やか高尾山、高尾山ねえ、超可愛いんだけど。いいよ借りて。ネイルネイル塗りたい。いいけど見て。まあ後で塗り直すけど明日のために。塗りたい、借りよう。イルツカさん映らないですね。ふわふわのイメージが変わりました。映りたい映りたい。あ、カミカがいいじゃん。カミカかした。はーい。ヒビが。一人だけ絶対薄いよね。横でした。横はダメ、コメントが見えない。高尾さん。めっちゃ薄いじゃん。どうしたらいい？可愛い二人を。これをさ、一緒にやったら入んない。待って、エンド足やばい。ちょっと待って、やばい。サナ待って、足がやばい。めっちゃ色黒に見えない。多分これあれフィルターを何ものしたか。フィルターつけるか。画質めっちゃ悪くなるの。すっぴん、ちっちゃ。エンドもすっぴんだよ。これすっぴん。やきついんだ。エンドすっぴんめっちゃ可愛い。もうお肌ピチピチよ、ピチピチ、ピチピチのポットポトよ。痛い痛い痛い。うるさい。もう平塚にうるさいね。ピチ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 。意味わかんない、意味わかんない。本当にピチピチの18歳。うるさいよ。鼻の18歳、鼻の18歳って言わないよ。平塚つける。あ、いいじゃんいいじゃん。今自分がリリカに見えた。どういうこと？なんか黒くてわかるかもしれない。黒い？髪が黒いの、ね、めっちゃ黒い。あ、そっか。うちらが分かる。リリカに見えない？ほら、見える。もうおいでよ。ゲームばっかり。もうベッドがずれてってる私の。ごめんなさい。これエンド。ホラーじゃない？見えない。ジェレンジェレンジェレン。髪の毛だけ。登場の仕方縮小されてた。恥ずかしい。絶対されるよ。映ってないの？映ってないの？映ってないの？しゃべりか、映ってないの？エンドはつまむよ。もう、おいで。もえちょうどじゃない？ねえ、なに？映れないよ、みんな。映れないんだよ。だからあんたちょっと前に行く努力をしなさい。いっぱい見てんじゃん。エンド全く見えんの。おすすめ乗ってるよ多分今日も。ハッピーバースデー。やった、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー。かわいい顔だけどさ、顔面かわいいからさ、ムカつかないけど。ハッピーバースデートゥーユー。ムカつくよ。ハッピーバースデーエンド。誰？すごい。むすごい。いるよこれ。お誕生日。おめでとう。アベマくん喋ってるよ。アベマくん似た言うから悪い。かわいい。エンドこの距離だとコメント何も見えない。手短。つかももって見えた。やっはー。バーみたいな感じでしょ次。うざ？うざ？うざ？
なんて何人超えて6000人見えてる。すごいよ、すごい、めっちゃ見てんじゃん。やーって、やばいじゃん。ももさんの声好き。ももさんってももさんの声好き。すげー。遠藤やっぱ真ん中にしなきゃいいよ。ももちゃん散って、乗ってるよ。あれにおすすめ。やっとね、あ、じゃあももこっちおいで。シュン。シュンじゃないよ。ももか、どんな。めっちゃなんか今中二病みたいなこと出ちゃった。こうじゃサナが消えたから。誰だったろう。ヤホー。サナが空気読んでおとなしくなってる。そういうところ好き。だって、つかもも声できそう。つかもも声優できそうだよ。声じゃない。あ、そういうこと。誰が、わかんない。ロシタさんかな。つかももおる。そう、1万人行こう。1万人は無理だって。声、声じゃないよ。1万人いける、いける、いける。だって増えてる、めっちゃ増えてるよ。ほんと。カモンバイバイ。あ、ディズニー行ってる人がいる。はあ、頭の中でディズニーなのね、あなたったら。どうしたの。マジで無理よ、もうか。エンドもつけなよ。なんでだよ。何何つけたよ。なんでそんな持ってんの、サナも。じゃあ、やっぱ今売ってないやつでしょ。カモンピアス開いてる、だって。ボン。開いてるよ。開いてるよ。エンド冬開けるってだから、言っとくね、冬開けるよ。絶対開けない。あのね、この人ね、夏にね、うち去年開けたんですよ。高校生になって。そう、それで一緒のタイミングで開けるって言ったのに、あの、開けなかったの。でね、冬もね、開けるって言ったのね、開けなかったの。でね、怖いんだよ。来年の夏開けるって言ったの、開けなかったの。うるさいな。また開けないの。可愛いエンド。モモもつけようじゃ。じゃないんですけど、モモか何がいい。ぴょんちゃん。ぴょんちゃん。可愛い。ありがとう。サナめっちゃ持ってるカチューシャ。誰がモテますか。ひなじゃない。ひなは。あ、ちょっと。ひなモテないよ。ひな、なんかモテそう。ひなモテると思う。サナも持ってる。え、思った。みんなモテるって。いや、モテない。エンドピアス開けてないの。誰もモモカモテるって言ってない。モモカモテない。モモカはモテない。モモカはモテない。モモカはモテない。なんだ。モモカはモテない。なんか分かってね。なんかしょぼってしてるみ。ももかはモテなそうだね。なんかそれだっての。モテない要素は何だろう。え、ももかのモテない要素何だろう。モテない要素。性格やっぱり。目が死んでるところで。本気ねえだろ。本気ねえだろ。違う。だってなんか気持ち。あけなんだろ。あけなんだろ。そういうところも。もうダメこれ、ダメ。なんでだろうね、こんなに顔可愛いのに性格変だよね。変わってないんだけどさ。なんか変って言われるかもしんない。カイト登場だって。ヤッホー、カイト。ヤッホー。お、コウスケさん、ほら、ありがとうございます。ダメだわ。死んだ目が好きな人にモテるって。え、いませんから、そんな人。いませんよ。魚好きな人に続かれるんじゃない。誰？漁師さん。漁師さん。いや、魚好きとは限らないでしょ、その漁師さん。あとで怒られるよ。ふわふわ、ちょっと怖い。なんで？怖くないよ。誰がモテないですって。怖いよ。誰がモテないよ。他が怖い原因だ。あ、もう。そのテント絶対モテるって。やった。もうかわわかんないよ。まあ、もうわかんないじゃん、だって。誰誰マジ誰。多重人格なんでね、すいませんね。なんて読む、みんな読んで。エンドみたいな可愛い子クラスに行ったら授業に集中できない。絶対持ってないもん。集中できない。しかも、もう絶対モテるよって。モテるよ。大好き。モテるよ。ママか、モテるよ。知らない。ほら、ふわふわにモテモテだよ、ママは。あ、そうだよね。やっぱさ、あの、同性にモテることに意味があると思うんだよね、私は。うん、ダメかな、それじゃ。え、いいと思いませんか。いいと思いませんか。どうしたの今日。あと、つかもの中に何ですね。わかんない、多分。7人の小人が住んでる。普通に多分たくさん住んでると思う。7人の小人。もう10人ぐらいそうだよね。いる、余裕でいる。いるよ、ね、関ヶ原ステージでアイドルアイドルしてるイメージでした。だってめっちゃ惹かれてるやん、うちら。え、どういうこと、どういうこと。やった、やめて。ありがとう。やめて。ありがとう。違うよ。パパこんなじゃないもん。エンド、次ディズニーいつ行くの。え、もう本当に。ちょっと待って、一つね、しかも女らしくないからな。おいおい、ママが来たせい。画面際からパンチするぞ。
ンチするぞ。もう黙っててよ。空手パンチするぞ。ほんとに黙ってて。ほんとにゲームしてていいよ。もうふーちゃん一回ね、ダメなんだよね、乗っちゃうとね。ふわふわこんなんでしょ。そう、ふわふわはね、そんなアイドルアイドルじゃないよね、うん、意外と。そんなしてないよね、うん、もう今は曲かわいいね。多分服装とかかな。衣装って言ってなら衣装じゃない。衣装って言って衣装、うん、衣装が多分あれだと思う。パンチするぞだって。しゃべらなければこうパンチじゃないか。もう何やってんの。え、パンチって言ったから。平塚さんがツイートしてますね。何したの。はい、明日から TIFF2019 スタートします。スタートする。楽しんでいきましょう。イエーイ。東京アイドルフェスは2019。英語できるからね。It's your time。 It's your time。 ももちゃんの性格好きすぎる。ありがとう。ありがとう。ふわふわな性格押せる。みんな自然に。そう、みんな誰も作ってないよね、本当に。本当にこのまんま。つかももにパンチされた。分かってこいや。じゃあなんかさ、もう何年も一緒にいるからさ、作ってても無理じゃない。多分無理。今さら無理だよね。性格作るって何。だからなんか、こっちは例えば、でも裏ではなんか、マンチェみたいな。嫌だ嫌だこの2人。つかもも絶好調だな、それ、うん、ちょっと。というかティフの支払い今日まで忘れてた。え、大丈夫、大丈夫、来れる。いけいけいけ。支払いしないと来れないの。わかんない。じゃあ無料なところは見える。あ、そっかそっかそっか。ほっとステージが見える。作り方がど下手だって。やっぱうちは向いてないよ、自然の方が向いてる。楽しいよ、そっちの。いや、ちょっとファンデーション作ってね、お前。ファンデーションでパウダーが作る。やだもう。やだちょっと、ちょもらおう。もうやだ。今日私、いや、注文してあげましょう。しかもね、腹筋させたい。どういうこと。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうこと。笑いすぎな。今のめっちゃ面白い。どういうこと。まさかで腹筋30回してきて。うちね、腹筋あるんですよ。腹筋あるんだって。あるんですよ。腹筋あるんだって。見たい。あれ、腹筋じゃない。腹筋の中硬い。あ、硬い硬い。でも硬いよ。俺見て。こっちこっちやだからな。すごいすごい。やばいから。エンド硬くない。エンド。ムニムニ。最悪。ムニムニ。ふわふわ想像以上に動物園で楽しみ。動物園。どうですか。あなたの中に何があるんですか。面白い。つかももちゃん筋肉質だって。そうなんですよ。だから7000人超えたって。もうしっかりやろう。しろ。ね、しっかりやろう。じゃあしっかりやって。お手本で18歳の大人。セクシーなお姉さん。セクシーなお姉さん。ちょっと怖い。大人の女。意味が分かんない。そうなんです、明日から、TIFF2019 がね、うん、始まるということで、こちらにいるふわふわも出演させていただきます。ぜひね、明日は9時半から9時45分までこのミッキー、ミニのサナと女とこの真ん中にいるストレッチしてるよ。あのラジオ体操に、ラジオ体操に出させていただきますので、皆さんぜひ朝から来るよって方は来てください。8時半からスマイルガーデン、10時半からスマイルガーデンステージ、特典会は、いや、その前にドリームステージ。あ、私覚えてます。2時40分覚えてます。2時40分はい、何曜日か分かんないけど、あの時間だけ覚えてる。何曜日か。これありがとう。ティフで何楽しい思い出作ろうな。だって、え、作ろうね。ティフで最高に楽しい。え、作ろう。ケージ作ろう。やったいるか。え、それでですね、はい、展示会じゃなくて、なんだったっけ、展示会、特典会ですね、特典会。ドリームステージ飛ばしたでしょ。あの11時半から、ま、何時までか分かんないけど、それがあって、次がですね、4時半からありますね。4時半の特典会でしょ。11時はスマイルガーデンだよ。あれ11分あれ何だからスマイルガーデンだよ。えあれじゃん、2日目じゃね。そう、あ、2日目11時半でした、すいません。全然しっかりしてない。本当にしっかりして。特典会は16時半4時半、うん、展
何の展示すんだよマジ。ファファすいませんでした。すいませんでした。みんなおいでよ。やあ、やあ、つける。なんて書いてある、なんて書いてある、これ。どれ、なんかつけてごまかそう。あれ、これ何、これできない。明日の特典会と個別、うん、グループ握手。え、でもいっぱい見てるんでしょ。グループいっぱい見てるって。何展示すんの。7539人。恥ずかしい。大丈夫、つかもさん認知してますや。さすがにもう恥ずかしいよ。エンドはこっちの。じゃ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 。あ、そう、エンドは誕生日のまま。ずっと前に行くんです。前になさいよ、あなた。やだよ、こんなアップね、やだ、ひなが来んないでしょ。うさぎがやばい、うさぎちゃぼ。うごっ、めっちゃ押す。ちょっとこれ、これちょっとダメだよね。これするわ。どんな絵だよ。どういう画面。やだよ。でもうエンドの目見ちゃった。誰か喋ってよ。だって読めないんだもん、かわいそう。エンドも読めない。ひな映ってる。イエーイ。やば、降りてきちゃった。これサナが支えてくれる。ダメだ、目が隠れちゃう。何だ、待って、ひなもも、そうですよ、今ひなももに挟まれております。ももくん近い。はじめまして、はじめまして。さなちゃん楽しそう、うん、エンドウの頭の匂いが最悪。なんで書いてる。いい匂いだな。意味わからない。やだ、やだ。ねえ、やだ、ほんとこの3人。ひなが年下に見えるって。幼いのかな、うん、でも変わんないけどね、そんなひなスピン、うん、マジで変わらん。変わらん、変わんない。はじめまして、友達のおすすめでお邪魔させていただきました。かわいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。つかももちゃん、やだ、やめよう、そのやめよう。ちょっと読まない。読まない、いいよ。何見た。いいよ、いいよ。反応しないんだけど、変動のスマホに。何これ、ほらうちの手反応しない。え、反応なんじゃない。え、ないわ、本当にしないんだけど。え、なんで。静岡の奇跡だって。やった。はじめまして、初見です。カイトくんだよ。やった、はじめまして。初見8000人ってやばくない。うん、え、8000人ってないの。今何分。47。やばいやばいやばい、もうそろそろ終わろう。じゃあ締めの言葉をどうぞ。バースデーガール。いや、あなたの。はい、ということでね、今日は誕生日なので LINE ライブしたんですけど、この私よ。愉快な仲間たちがいたため、え、とてもとてもやだ。なんかね、やだ。なんかもうよくわかんない賑やかワイワイ配信でございました。よいしょ。なんだっけ、そう、明日は TIFF 東京アイドルフェスティバル2019にふわふわも出演させていただきますので、皆さんぜひ遊びに来てください。応援しに来てください。ということで終わりますか。終わりましょう。うん、何、うんうん、バイバイって、うん、せーの、バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうね。